こんにちは。PTA 鳥チャンネルの時間になりました。実は今年、なぜだか9月、10月、11月で函館に5回行くという、まあちょっと僕が役員してる会社、ちょっと千葉の会社の社員旅行で、アテンド1泊2日っていうのが3回あり、あと NHK ラジオの函館放送局から NHK ラジオ第一の放送が、函館特集があり、で今回5回目はですね、ちょっとその函館の観光フォーラムに喋、りに行くんじゃなくて聞きに行くということと、函館の市長が今、俳優の大泉洋さんのお兄さん、ね、大泉潤市長、今年の4月の、統一地方選で勝って、当選されて市長になって、ちょっと市長とゆっくりお話ができるということで、10分15分ゆっくりお話しさせていただきましたけど、函館なんかは今新幹線が新函館北斗まで走ってて、でも新函館北斗駅行くよりも函館空港の方が全然近いっていう、タクシーで15分で行くって、バスに乗っても20分で行くっていう、今その函館にもっと観光客を来てもらうためにも含めて、顔はもうほんとそっくりで、私の X にも投稿してますけど、出身は函館じゃなくて札幌の方なんですよね。で、聞いたらやっぱり公務員っていうか、その人と接するお仕事をしたい中で、新卒で函館市役所に入られて、それで観光課とかいろんな秘書課と秘書とかやられて、それで今回選挙を出て市長になったって。だから出身ではないけど、よくねタレント候補みたいな感じでいきなりずっと住んだけど、もう30年以上かな、函館に住んで今回市長になられて、ちょっとなんかいろいろ函館盛り上げたいなと。函館行ったことあります？北海道に行ったことがないという。北海道にない。沖縄は何度もあるんですけど、そうなんですよ。北海道からの距離が、そうですよね。東京行って長いんですけど。そうですよね。ぜひちょっと北海道に行っていただきたいなと思います。はい。ということで、今日もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。それでは、今週のエアラインニュースです。ANA P&W 社製のエンジンの点検で一部便が欠航へ。 ANA はプラット&ホイットニー製のエンジンの点検作業に伴い便数計画を変更します。 PW1100GJM エンジンの点検作業を実施することに伴うもので、プラット&ホイットニーが手配した整備工場で分解、対象部品の非破壊検査、交換を実施することになります。2024年1月10日から3月30日にかけて、国内国際線で1日約30便を減便します。対象となるのは幹線など同日同路線に変更可能な路線を中心に決定しました。減便数は国内線が20路線2267便、国際線が2路線145便となります。一部路線では提携するスターフライヤー、ソラシドエアが134便の臨時便を運行します。対象となるのは、エアバス A320neo11機とエアバス A321neo22機の計33機です。ご利用の際には注意が必要です。はい、このニュースなんですけど、10月31日 ANA の決算会見が ANA の汐留の本社でありまして、その時に決算発表の資料と一緒にこの、発表がされて、実はその日同じ日に JAL の決算会見があったんですけど、JAL の決算会見終わった後に今度またメディア向けに、レクというか記者レクという、広報の人が説明するという場がありまして、ちょっと私もそれ参加してきましたけど、ちょっとメカの部分も私もちょっとなかなか難しい部分があるんですが、今回このエンジンのメーカー、P&W 社、こちらの方で、プラット&ホイットニー製のもののエンジンの、点検が必要になったと。で、これ JAL も飛行機、エアバス機持ってますけど、そこはこのエンジンを使ってないので、ANA とか、あとニュージーランド航空が使ってたり、海外もライアンエアとか使ってたと思いますけど、そういったところで、エンジンのメーカーも飛行機の機体が同じでも、エンジンってやっぱりまだ、いろいろ会社があるので、GE ってよくジェネラルエレクトリックとか含め GE なんかもそうですし、GM か、
ジェネラルモーター、はい、とかいろいろあったり、はい、そういうのも含めて、なってますけど、はい、まあ、今回一応この中で言うと、エンジン内の部品において製造過程における材料の処理に問題という問題が発生している可能性があるという、でこれがなんか粉末夜勤の製造時における不具合といって、まあ、あの金属加工の技術でこの金属の粉末を金型に入れて圧縮高温で焼き固めることで精度の高い部品を作る技術ってなんですけど、まあ、そこの部分でちょっとその点検をしなければいけないということになって、でエンジンを外した後、まあ、いろいろ部品外してそれ全部やり方としては機体からまずエンジンを外します、エンジン全て分解しますと、で点検の対象となる部品に超音波で非破壊検査をして、この不具合がどうかっていうのを確認をして、不具合があったらまた部品交換、なければ別にそれでいいと、で今度またあの部品をいろいろ交換して再度エンジン組み立てるという、でまた飛行機につけると、で本来これはあのエンジンっていうのはまあ何年か1回その規定の範囲でするんですけど、一般的にこの不具合関係なしですよ、エンジン取り外してこのエンジンのこの交換作業って大体どのぐらいかかると思う？そうできないですね。分解して。分解してですよね。うん、しかも飛行機ですよね。うん、結構な時間が。実は普段普通でも半年かかるんですよ。あ、結構かかりますね。で、これが今回このいろいろ確認事項も多いので、はい、エンジン外しちゃうと今度250日から300日使えなくなるという。まあちょっとそういうことで、どうしてもこれがその、いついつまでに点検をしてくださいって、飛行機によって違っていて、新しい飛行機とかの、まあ変えたばっかりだとまたちょっと長かったりとか、早いのがもうこの春からやんなければいけない、まあ1月からやっていくっていう、まあそういう期限があるので、そうするとやっぱりどうしても飛行機が足りなくなってしまうので、減便ということで今回、まあ、発表されたということで、まあ主にもうあのどの便が減便するかも発表されてますが、まあ羽田札幌とか羽田伊丹とか福岡とか、まあ便数が多いとこ中心に、まあ1日1便とか2便減る感じに、できるだけ地方路線、まあ若干の減便ありますけど、地方路線よりはまあ幹線路線中心になりますけど、僕はちょっと気になったのが、羽田から宮古島に行く路線が、1月の10日から2月の29日までは1日2便が1日1便になっちゃうので、ちょっと宮古島に行く人はちょっと結構影響これ出そうかな、特に他のとこ以上に出そうかなっていうことと、あと減便しない路線ももうすでに連絡予約してる方には入ってます。結構機体変更、あの飛行機の機体を大きくすることもあれば小さくすることもあれば、この機体を使う予定で欠航はしないけど機材が変わるっていうのがすでに続出してますんで、そういったところも含めてちょっとその辺で、これが一応今3月の末までのこの運休便発表されてますけど、どう考えても来年の秋ぐらいまではかかると思ってるの で半年間かかる、半年間とか、まあ、もっとだから結局今回の場合は240から300って書いてあるかな、そうだからそうすると多いですので、まあ今回33機が対象で250日が300かかって、まあそれ順次やっていくので、まあ一気に全部ってわけじゃないですけど、だからそうすると来年の秋ぐらいまでこれやっぱり減便の影響が出る、で国際線も一部ソウル行きが羽田ソウル便が1日今3便飛んでますけど、これが2便になったりとか、あと羽田チンタオ線か、これも一部1月12日から2月30日で便が飛ばない日があったりとか、ちょっとそういうのもありますので、ちょっとご利用の方は確認を必ずしていただきたいなと思います。それでは続いてのニュースです。スカイマークの筆頭株主がスズヨホールディングスに。スズヨホールディングスはスカイマークの普通株式785万株を取得し、筆頭株主となります。インテグラル2号投資事業有限責任組合から市場での相対取引で取得します。価格は1株当たり895円で、取得総額は70億2575万円。取得日は11月14日を予定し、スズヨホールディングスの議決権割合は13.01% となり、筆頭株主となります。現在の筆頭株主であるインテグラル2号投資事業有限責任組合の議決権割合は 16.58% から 4.86% に低下し、株主順位は第5位となります。
はい、こちらのニュースなんですが、はい、かなり航空業界取材している人たちが含めて驚いたということなんですけど、まあ、あのインテグラルという、まあ、投資ファンド、まあ、ここの、インテグラル2号投資事業有限責任組合と、あと、まあ、もう一社インテグラルファンド 2LP というのがあって、まあ、合わせて、まあそこの株も含めて、まあ、売却を鈴代という静岡の物流会社、はいで、はい、静岡なんですよ。で、富士ドリームエアラインズっていう、の、鈴代が立ち上げた、はい、まあ、地域航空会社があるんですけど、まあ、そこの親会社の、まあ、今回、鈴代が、まあ、もともとやっぱここは物流のトラックとかを含めた、まあ、そういうのが、まあ、物流の、はい、まあ、最大手になりますけど、はい、まあ、そういうところが買うということで、ちょっと驚いたんですけど、ね、このインテグラルっていう会社が、まあ、はい、ファンドの会社です。ここは、まあ、筆頭株主になった時点で、まあ、社長になって、その後会長で、まあ、今辞められてますけど、佐山さんという方がいらっしゃって、はい、でこの方、まあ、僕も取材しておりますけど、まあ、スカイマークって昔経営破綻する前はもうとにかく遅れることが多い、はい、そうですね、うん、そのイメージを持たれている方多いと思いますけど、はい、まあ、今回、まあ、佐山さんが社長会長になって工期を遅らせないように毎日朝ミーティングして、はい、遅れをしないような形のいろんな取り組みをして定時出発率1位になったっていう、そこまで持ってきたっていう。で、そう、普通ファンドの方入ると、はい、なかなか、なんだろうな、やっぱり素人の部分もあるけど、でも本当にダメなところを改善していったっていうので、はい、まあ、そこは良かったところであって、はい、で、まあ、ある程度、まあ、これで、再上場もしたところも含めて、はい、いろいろとあった中で、今回筆頭株主が、鈴代に変わると。で、この鈴代はさっき言った通り、まあ、静岡空港とか名古屋の小牧空港、はい、県名古屋空港、まあ、ここ拠点に飛ばしてますけど、はい、まあ、そこのどう協業するのかなっていうのがこれからちょっと分かってくると思います。ちょっとこの収録の、翌日、今ちょっと収録11月のこれ上旬に行っているんですけど、はい、スカイマークの決算会見が、このちょっと収録の後に、ありますんで、ちょっとそこでも少し、まあ、見えてくるので、またちょっと何かの機会でそこはお話ししていきたいと思いますけど、はい、で一応筆頭株主が今回その鈴代さんになって、2位が ANA なんですよね、株主だから。そうするとそこで含めて、まあ、ANA のいわゆるからスカイマークに出向している人も実際いらっしゃるので、まあ、そういうとこ含めてどういう体制になるのか、ね、まあ、社長変わるのか変わらないのかも含めて、経営陣どう推移するのかも含めて、まあ、当然筆頭株主の意向がある程度反映されることになるので、ね、まあ、ちょっとそういったところも含めて、はい、うん、ちょっとスカイマークここは驚きましたけど、まあ、航空に関係している企業ではあるので、まあ、ちょっとその様子を見守っていきたいなというふうに思います。はい、それでは続いてのニュースです。 ANA フューチャープロミスプロップ就航、3期目の緑塗装機。 ANA は持続可能な社会の実現を目指す ANA フューチャープロミスをテーマとしたボンバルディア社の旧400型機の特別塗装機 ANA フューチャープロミスプロップの運航を10月23日から開始しました。機体は ANA フューチャープロミスのテーマを表現する水と緑をモチーフとしたデザイン、二酸化炭素排出量の削減に向け空気抵抗を低減させるサメ肌効果が期待できるリブレット加工を施したフィルムを気流を整えるために装備された整流板ベントラルフィンに調布し、機体の空気抵抗低減や二酸化炭素排出量削減、耐久性などを検証し、保有する全機材の約8割に装着した場合、年間30万トンの二酸化炭素は排出量を削減できるとのことです。 ANA フューチャープロミスの特別塗装機はボーイング787型機 ANA グリーンジェット2機に次いで3機目で、 ANA グリーンジェットは ANA フューチャープロミスジェットに改称しました。はい、こちらのニュースですけど、はい、私も過去台北にこの今名前これフューチャープロミスジェットですけど、その前はグリーンジェットで台北で塗装したところ取材も行ったりとかっていうのが過去ありましたけど、はい、今回はこのボンバルディアの DHC-8-9400 っていう飛行機、まあ、主に伊丹空港から、まあ、地方路線に飛ぶところが一番多かったりとか、はい、あと福岡から、
対馬とか五島福江とか行ったりとか、まあ、そういったところで使われている飛行機なんですけど、はい、まあ、これ今動画とか写真、機内の様子とかも私も取材行ってきたやつがおそらく今流れてると思いますけど、はい、まあ、こういう SDGs 含めて環境について、まあ、考えるということで、まあ、普段青い色の飛行機が緑色になってるってことで、はい、このリブレットフィルムという、まあ、はい、これはね、やっぱね、サメ肌効果が期待できる。これニコンがね、技術協力して作って、この貼ることによって空気抵抗を削減することが、まあ、できるって、ほんとザラッとしたね、これ感じのもので、ベントラルフィンっていうふうに、これ魚の腹側にあるヒレを意味するっていう、ちょっとそういう感じで、この抵抗が特にやっぱり変わってくるっていう、なんかそういうやっぱり効果があるって、これもやっぱり新しいこのニコンの技術を使ったっていう、まあね、ニコンといえばカメラとかっていうイメージがありますけど、そうですね、そういうちょっとものがあったりとか、あと安全のしおりは、飛行機のいろいろある安全のしおりっていうの、非常口どこですとかそういうのがあると思いますけど、これは今度コストはまだちょっとやっぱり 1.5 か2倍ぐらいかかるらしいんですけど、ホタテの貝殻を再利用したもので、それで作ったって、ちょっとね、また肌触りもちょっと面白かったんですけど、ちょっとこういうのもあったりとかっていうところも含めてやってるので、まあ本当ね、いろいろ環境について考えるっていうところもありますけど、で日本って僕は結構それできてると思ってて、海外今そのフランスとか飛行機で1時間ぐらいで行けるところは全部電車で移動しましょうって言ってますけど、日本は新幹線がこんだけできてて、実は結構飛行機と新幹線うまく分けてできてるっていうところも含めて、やっぱりこういうの進んでるんだけど、進んでるに思われてないんだなっていう。でもまたさらにこういろんなことをやっていくっていうことは、まあ大切なのかなというふうに思います。はい、ということで、今回もちょっといろんな新しい話があったりとか、はい、まあ、スカイマークどうなるかっていうことも含めてお伝えしていきましたが、はい、またぜひご覧いただければなと思っております。はい、なんか今回興味深い話題が多いですね。うん、そうですね。多分トニーさんならではの話題ですよね。そう。で、また12月に入ってくる、12月になるとまたいろんなニュースがあるので、ちょっとまたそこもお伝えしていきたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。